もみちゃん。そうだよね。出演予定の子たちを見たくて観覧を申し込んだのに、その子たちが見られなかったらがっかりしちゃうよね。私も同じ立場だったらきっとそう思っちゃうだろうな。それはそうかもしれないけど、今日の収録まで私たちのやり方でお客さんを楽しませようってことばっかり考えてたけど、代わりを任されてるんだってことちゃんと考えておくべきだったな。あら、みのりちゃん。え、こんにちは。また会えたわね。この前のおばあさん？どうしておばあさんがここに？もしかして今日も何かの番組の観覧ですか？ええ、そうなの。今日は音楽番組の観覧に来てるのよ。そうだったんですか。いろんな番組を見てるなんて、すごくテレビがお好きなんですね。そうね。だから結構芸能人には詳しいの。あ、じゃあもしかして私の名前を知ってたのも。ええ、テレビで見たことがあったから。モワモワジャンプの花里みのりちゃんよね。ああ、まだそんなにテレビに出てないのに私たちのことまで。すっごく嬉しいです。ありがとうございます。私も可愛いアイドルさんとまた会えて嬉しいわ。でも大丈夫かしら。さっき少し表情が暗かったけれど。あ、いえ、そんなことないですよ。いつも通り元気いっぱいです。そう。芸能のお仕事って大変よね。時には辛い気持ちも押し込めなくちゃいけなくて。特にアイドルはみんなに希望を届けるお仕事だもの。どんな時も笑顔でいなくちゃいけないわよね。おばあさん？ごめんなさい。実はさっきお客さんが話していたこと少しだけ聞こえてしまっていたの。あ、だからもし楽になるのならみのりちゃんの気持ちを話してもらえないかなと思って。私の気持ちを。ありがとうございます。それじゃあ少しだけ話させてもらってもいいですか？ええ、もちろんよ。実は。そう言われたらやっぱり気にしてしまうわよね。はい、私たちもお客さんに喜んでもらえるようにって思ってやってきたつもりだったんですけど、リリアの代わりにはなれなくて、リリアに会いに来たお客さんをがっかりさせちゃったので、すごく力不足だったなって。みのりちゃん、でも仕方がないんじゃないかしら。え？リリアにはリリアの良さがあって、その代役は誰にもできないと思うの。今回はモワモワジャンプが代わりに入ったけれど、違うグループの子たちだったとしても
同じことになっていたはずだわ。だからみのりちゃんが気に病む必要はないんじゃないかしら。私も長く番組の観覧に来ているけれど、こういうことはよくあることだし。確かにそうかもしれませんけど、でも。だからってお客さんをがっかりさせたまま収録が終わっちゃうのは違うよね。私たちは私たちにできることで来てくれたお客さんを喜ばせたい。それなら。みのりちゃん？私、決めました。おばあさんの言う通り、私たちはリリアの代わりにはなれません。でも、100% 期待に応えられなくても、今日見に来てくれた人たちみんなに少しでも楽しかったとか元気になったって感じてもらって、明日を頑張る希望を届けることはできるんじゃないかって思うんです。あ。だから、この後の収録は、そういう気持ちでもっともっと頑張りたいと思います。みのりちゃん。なんだか、おばあさんと話しているうちに、頭の中が整理できたような気がします。話を聞いてくれて、ありがとうございました。すっごくすっきりしました。そう。少しでもこの前の恩返しができたならよかったわ。恩返しなんて本当に気にしないでください。私は別に大したことしての。って、そろそろ休憩時間終わっちゃう。早くセットのとこ戻らなくちゃ。バタバタしちゃってすみません。もうすぐ収録再開で。早く戻った方がいいわ、収録。頑張ってちょうだいね。ありがとうございます。それじゃあ、また。ええ。もわもわジャンプの花里みのりちゃんね。